グレーターマンチェスターは、イングランドの北西部に位置する人口約260万人の都市カウンティである。1972年の地方自治法の施行に伴い、1974年に設立された。ボルトン区、ベリー区、オールダム区、ロッチレール区、ストックポート区、テームサイド区、トラフホード区、ビガン区及びマンチェスター首都サル、ホード市の10の都市原から構成される。 その都市圏は、グレーターロンドンとミッドランド西部に次いで、イギリスで3番目に大きな人口を持つコナベーションを形成している。中心都市はマンチェスター。面積は493平方マイル。海岸に面しておらず、チェシャー、ダービーシャー、ウェストヨークシャー、ランカシャー、マージーサイドと境界を接する。 高い人口密度を有する都市部及び郊外から、純田園地域や田園地域までの様々な地域を領域とするが、土地利用については都市部が圧倒的である。中心業務地区はマンチェスター市中心部及びそれに隣接するサルフォード市とトラフォード区を中心に構成されるが、その他の国も少なくとも一つは核となる都心とその郊外が存在するなど、 多角的な都市構造となっている。1974年から12年間は二重の行政システムの下に置かれていた。新しいカウンシルと旧来のグレーターマンチェスターカウンティカウンシルが権限を共有していた。カウンティカウンシルは1986年に廃止され、事実上の単一自治体となった。しかし、法令上及び地理的に参照する際の枠組みの 上では、都市カウンティや天霊カウンティとして、なおも存在し続け、地方長官と州長官を置いている。グレーターマンチェスターの自治体として、カウンティ規模の経済開発、都市再生、公共交通などに関連する行政を担当する、グレーターマンチェスター合同行政機構が設立される2011年4月までは、カウンティ規模の公共サービスは、グレーターマンチェスター自治体協議会を介して、 調整されていた。都市カウンティの創設以前は、当該地域を指す際には、セルネクのアクロニムが名称として使用された。グレーターマンチェスターは、かつての行政カウンティであるランカシャー、チェシャー、ウェストライディング・オブ・ヨークシャーに存在した70の地方自治体と8の独立したカウンティバラが合併して、誕生した。ありがとうございます。